皆さんこんにちは。おい、ごめんの飲めな、めっちゃ気になる。失礼します。はっ、やばいって。わーい、なんで、お、いけたんちゃいます。ちょっとドア閉めてきます。こんにちは、こんにちはでございます。夜公演ありがとうございました。夜公演ちゃうわ、いいですよ。使いますかこれ。お昼公演ありがとうございました。間違えて夜って言っちゃった。やっぱりこの公演は皆さん疲れてますね。公演終わった、公演中はあれですけど、全然そんなこと思わないんですけど、公演終わったらみんなあーって言ってます。体力的にね、すごいね、しんどいから、結構体力いるから。聞いてください、さっきね、レイコさんがこれ奢ってくれました。キャー、やったね。まだ自分の飲み物残ってるのに奢ってくださりました。やったー。あんなに回して首大丈夫、首大丈夫です。首は全然大丈夫なんですけど、強いので。でも髪の毛今日3本くぐってたんですよ、ゴムね。でも緩みました。お隣に来ました。うわ、お寿司じゃないですか。うわ、おしやれ、おしやれ。皆さん誰やと思いますか。クイズタイム、シンキングタイム。誰やろな。すやさん、さくらありがとうございます。まいさんのせいで携帯斜めになったじゃないですか。あ、言った。あ、言った言った言った、あ、言っちゃった言っちゃった言っちゃった、自分でクイズタイムとか言った一番恥ずかしい、言っちゃった。うわ、くそ、悔しい。言っちゃいました。今日はね、ミカナさんいないんですけど、シンシンさんとマイさんがね、ミカナさんの生誕で生きてはります。リハ映像めちゃめちゃピンクでしたよね。打ち合わせなしでミカナさんが好きな人みたいな。すごい、たまたまってすごいですね。マングース、マングースさんです。ほら、誰ですかその悪いこと教えた人。後輩ちゃんにはマングースダメですよ。マングースさんです。旅行楽しかった、ありがとうございます、よかったです。そうなんです、まだね、みんな何でしたっけ、アドレナリンで出て、雪のテンション高いです。平山ムース、エモストコンビか。あ、本当や。あ、そういう、ま、うわ、なんかまだ中学生の人がなんか中学生って言ってたんですけど、どういうことですか。まだ中学生やのになんか大学生じゃないまーすみたいな。大学生なんだあれ、ほんま。もうちょっとね、無理やりにも程がありました。楽しかったな、でもね。
ウェンボートも順調よね。そうなんですよ、順調そうです。今どこまで進んでるかわかんないんですけど、ポニーテールで坂田を攻撃してた？してました？本当ですか？あ、でもなんでやねんアイドルでちょっと怖かったです。当たりそうで。でもあれね、しょうがないんですよ、もうどうしようもないです、どうしようもできないです、本当にごめんって思いながらやってました。こんにちは、夜公演楽しみです。終わりました。もう今ね、本当に公演終わりとかマジで寿司を、この髪の毛がここの首についてるだけでも熱いんですよ。だからもう嫌です、もうこうしたら、ね、え、見てください、めっちゃ可愛い。お、め、ちょっと可愛い、うん、歪んだ、うん、ああ確かに、やってる人おらへんかもやってる人おらへんってことは可愛くないってことや、ね、新しいんじゃない。そうですよね、昇格して一番最初の髪それにしようじゃん。絶対嫌です横には雪のライン、田中です。見てください、めっちゃ可愛い。醤油いっぱい。わあ、ちょっと誰かお寿司交換してくれへんかな。あ、え、すごい、キープされてる。そう、このまま行きますね。今日はリンゴちゃんってメイクさんに言ったら、なんかこれ後ろなったら侍やんって言われて、うん、それいいと思って。48初のお団子キャラ、お団子キャラじゃないですよ。私はポニーテールでずっと生きていきます。二刀流ヘアです。もう下ろしてるの嫌いなんですよ。あとでしまう。いいよ、全然横使って。え、この形でキープできてるのほんまにすごくないですか。ゴムも何も使ってないのにすごい。私の髪質がすごいですね。ファッションショーならばチリパリコレでいそう。美味しすぎるって、ちょっと待って、うん、美味しい。そう回転寿司って思うんですけど、パイナポーのキャラ。お寿司の一口目ってマジで美味しくないですか。頭の上の貝です。貝ですか。髪の毛です。そう、今日、まあ、朝ちょうど8時に起きて、え、すごい、で、まあ、家芸術やと思います。見てて隣の赤い人、誰、こっち見てて、マイさんです。でリハーサルの時ちょうど見れへんくて、マイさん、リハーサル終わった時に下ろしてるのかわいいよ、ありがとうございます。4対5で負けてたんですよ。でも私はね、やばいって、熱いんですよね。首の後ろに、ね、なんか髪の毛があるのが嫌なんですよ。ほんまにもう9回裏の気持ち悪いんです。自分的に誰だっけ、もう大谷さんの前から彼感覚が嫌です。一人でもでもね、下ろしてる女の子って可愛いですよね。何がいいかってさ、私ね、女の子の髪型で一番好きなのが、なんか髪の毛下ろして、いつも髪の毛下ろしてて、でもたまにごく稀になんかポニーテールをするみたいな、髪の毛上げるみたいな。野球を知ってからめっちゃ可愛くないですか。その瞬間もめちゃめちゃ最高。もう女やけどドキッとしますもん。本当にマジで可愛いと思います。最強やと思います。え、思った、今日ちょっと髪の毛どうなってるの、自分でも分かんないです。見てください、うん、なんかぐるぐる巻きにしたらなんかこんなこの形でキープされました。指名打者ちょっとね、二刀流やサイドポニーのね、どんな感じなの、ちょっとここに髪の毛垂れてるじゃないですか。この髪の毛垂れてる、ここに触れてる髪の毛でさえ嫌なんです。私は熱いって感じてしまうんです。だからお見送りの時とかすっごい熱くて、その時が一番この髪型をしたいです。その時だけお団子にしたい。ちょっと寿司が美味しすぎましたなかなかね、この髪型で配信する方いないですけど、別食べないわけじゃないけど、ね、今日このお寿司で言うとこういう焼いてる系はショートにするしかないやん。いや、ショート、しおんしおん、ショートはね似合わないんですよね。うなぎとアナゴ好き、
んで食べるの。その時は期限交換しようかな。全然期限じゃないですよ。え、このさ、うなぎみたいなの好き？頭に乗ってるのはコロネですか？はい、そうです。そうです、私の頭の上にはコロネが乗ってます。チョココロネ。お前さ、この箸2つさ、あんま福井じゃなくてさ、見送りの時に団子でいいで、団子大好きやしさ。塩が交換してくれた。でもなんかお団子ね、お団子したいんですけど、これ以外であんま好きじゃないので、毛量が多すぎて可愛いお団子ができないんですよ。好きなやついいよ。え、マジでこんなんなっちゃうんです。ちょっとしか食べない。ちっちゃい、なんかどうぞ。ちっちゃい、可愛い、毛量少ない人がやってるお団子はマジで可愛いんです。でも毛量が多すぎて、その可愛いお団子にならないんですよ。マジでやめてほしい。お団子大好きやな。マグロとか、マグロかハマちゃんどっちがあんま食べへん？めっちゃしたいんですよ。したいんですけど、どっちも好き。どっちも卵とかエビとか、できないんですよね。エビは塩大好き。チョココロネ食べたくなってきた。え、カニみたいなやつは？カニも大好き。あ、まずまたハマチハマチ。あ、ちょっと出た。卵卵。どっちいいよ。あのエビと、あのエビとカニ以外はいい。マジ？うん、ちょっとマグロもらおう。ほんまにいいの？いいよ。後で返せって言わん？あ、全然言わない。やった。ありがとう。いいよ。ジョンがお寿司交換してくれた。ツインにしても髪の毛かかるし無理か、うん、そうなんですよね。ツイン、ツインはね、ツイン、ツインもそうなんですよ。毛量少ないイエーイツインの子って可愛いんですよ。すみません皆さんを。でも毛量が多いツインは本当になんか自分的に嫌なんですよ。ミカノさんなんか他の人がやってるツインは何でも可愛く見えるんですけど、そしたらなんとシンシン、自分がやってるツインはマジでもう可愛くなすぎて嫌です。つよさん、さくらありがとうございます。優しい。そうなんです、毛量すぎても、そう、このお寿司がお弁当に入れた時はマジで聞いてください。悩みなんですこれ。あの、美容室に行く頻度どれぐらい、自分の好きなやつばっか食べたいの。2ヶ月、いや1ヶ月半に1回とか2ヶ月に1回とかですかね。そんぐらいです。でもなんか毛量多くなって美容室行ってすいてもらうじゃないですか。すいてもらうんですね、昨日絶対に多いから。でもその美容室行ってすいてもらった日は少ないんです。でもその次の日になったら毛量元に戻ってるんですよ。すいてもらっても分かんない。そうなんです、も元に戻ってるんです。絶対に少なくなってないんですよ。やだ本当に。え、でもすごいな、どっちもお肉だとめっちゃいい勝負やん。チシーさんに次ぐ毛量アイドル。でもあれなんですよね、メイクさんにもチシーさんと同じぐらい毛量あるとか言われます。え、マジです、マジです、これほんまに、ほんまにマジです。今日のレインボーの星、私はありがとうございます。国さん豚になりました。そうなんですよ、本当にマジで悩みです。うん、やばいです。結構豚になります。国さん焼きボールありがとうございます。ひめちゃん昼ごはんありがとう。最高です、ありがとう。めっちゃ良かったです、ありがとうございます。皆さんあれもありがとうございます。マジでね、誰かに分けてあげたいです、本当に。お、ひでもつさん、いらないかもしれないですけど。なるほど、ナイスペンギンねえ。あの、でも本当に毛量マジで増える、増えるスピードがやばすぎて、え、ガチですよこれ。本当に毛量戻ってるんです、ついても。なんか美容院行って次の日に公演とか被ったりするんですね。その日に、その公演の日にメイクさんに髪の毛持ってもらうじゃないですか。ちょっと待ってね、エビの尻尾持ってる。で、持ってもらって少なくはなってるけどそんな変わってないなみたいな。いや、あのね、多分好き方の問題なんですけど、しゃあないんですよこれ。でもなんか、こっからここまでを吸いちゃうとなんかあれなんですよね。行ってみたい。
くくった時にパヤパヤがすごいんですよね。青毛がすごくなっちゃうから、こっから下だけをすいてもらうようにしてるんですね。だからなんですよね。ここは少なくなるんです。次の日になってもまあ少ないなみたいななってるんですけど、ここは変わってない。ここは変わってない、うん、すごいですよね、本当に。お、夜行きます、よろしくね。待って待って、夜何しよう。お、すごいですよ。いつも本当にやばいですよね。え、これ肩ついちゃいますかね。今年の今思った、肩ついちゃうかな。いつぼさん、あ、ついてなかった。いつぼさんって私キャンプ見に行った時めっちゃバンバン打ってはったイメージ。ヒット打ちまくってた。でもね、私は昇格できたとしてもポニーテールしかしないので、多分分かんないですけど。楽しい、野球を好きになって世界が変わった。楽しい毎日が。そうなんですよね。皆さんお昼ご飯食べました？まあ、何時や、4時4時か。髪色変えたい、変えたくないですね。リンゴ侍、変えたくないです。リンゴちゃん、よ、夜公園行く。ゆきのはちょっとね、高校生卒業したら気分変わってるかもしれないんですけど、今のところは黒髪を絶対膝に合わたんできる、通したい、貫きたい。まだ食べてない？お腹空いてません？ゆきのはお腹空きました。お寿司食べたい。お寿司大好きなんですよ。ピアスとかは、ピアスも開けたくないです。怖いですよ、怖いです。皆さんが好き、マジで怖い。あの、隠し言わないけど、軟骨とか開けてる方いるじゃないですか。本当にすごいなと思うんです。もう痛いやん、骨、うん、骨貫通させてるんですよ。アンジュとすっごいですよね、本当に。写真にできないです絶対。去年の8月やったから。でもめっちゃこういうこと言うと、なんか半年半なんですか、あの9ヶ月ぶり、めっちゃ開けたいって思ってそうみたいな言われるんですけど、もう開けたくないです。へそびしそうなのにどういう印象無理に開けることないと思うよ。そうなんですよ、だから開けたくないです。怖い、鼻とか舌とか絶対無理そうね。うーん、したくないです。まだ分からへん。こんなね、完売状態、痛いし、痛いし、前回の時に私多分まだ残ってたと思います。もう終わります。次 OK です。あのカレンダー今7分7分あー、なるほど、 OK です。了解です。衣装はイヤリングとピアスがある。もう食べたの、そうなんです。おめでる新鮮なものやったから。私は絶対にピアスの方が可愛いって思うこともめっちゃあるんですけど、あのね、イヤリングがいいですね。開けるの怖い。痛いの嫌やし、痛いの嫌やし、お母さんが産んでくれた顔が体を傷つけたくない。2つです。ということで、メイクさんに呼ばれたのでランキングを読んでいきたいと思います。15分も経ったので、お、いきます。13位北斗のケンシロウさん、ありがとうございます。12位てっちゃんさん、ありがとうございます。11位犬の気持ちさん、ありがとうございます。10位いなちゃさん、ありがとうございます。9位レモンキューブさん、ありがとう。キューブレモンやった、申し訳ない、勝手に変換してもった。キューブレモンさん、ありがとうございます。8位はしむっちさん、ありがとうございます。7位つうよさん、ありがとうございます。6位きのこさん、ありがとうございます。
5位あつよしさん、うん、ありがとうございます。4位夏の大三角形、大三角形さん滑舌がもうありがとうございます。3位ともいさんありがとうございます。2位ジョエルさんありがとうございます。そして1位くにさんありがとうございます。名前間違えたマジで申し訳ないレモンキューブ勝手に変えちゃった皆さんたまにこういうことあるので許してください。ごめんなさい。私も気をつけます。では私はメイクに行ってお寿司に食べていきたいと思います。関西地方だけやってんけど、では皆さん夜公演でお会いしましょう。またね、ありがとうございました。発見。何はだ